なんと素敵な平城京。8世紀初め、飢饉と疫病が続発し、多くの死者が出る。天武天皇が疫病で崩御されたのをきっかけに、次の元明天皇は藤原京から平城京へ遷都したという説がある。病気を理由に遷都するとは今の感覚では考えにくいが、当時の人々にとっては飢饉や疫病も人知を超えた存在だったのだと考えられる。そして710年に朝廷は実際に都を平城京へ移したのだ。そこから74年余りを奈良時代という。この頃全国を結ぶ交通路が整備され、国道には16キロごとに馬屋が設置されており、公文書の転送も行われていた。交通路の発展により商品の流通も盛んになり、朝廷は貨幣を鋳造するが偽金を作る者が絶えなかった。そのため711年には死刑という重い刑罰を適用するも、それでも偽金は絶えず、結果人々は米や布を物品貨幣として交易を行っていた。